次。スラッピングの3の4。前回は解けなさすぎて答えを見ました。ヒントを見ましたの方が正しいね。本当に苦手。1ばっかりで、この2本に対して、何回 ?14 回。はぁ、で、1の方も1の方で、あ、2本じゃない、4本だね。4本あって、14回。で、外部にはどっちかしか触ることができない1。つまり実質、1の柱が5本と、あと14。なんだこれ。なんだこれ。無理。無理。無理っぽ。真ん中のうち使うかね、これ。ぐるぐる回れば、稼げるっちゃ稼げるよ、そりゃ。だけど、そんなことは、お見通しだ。これね、違うな。多分、この辺から行くの正解だろうな。真ん中の位置が残せるから。ぐるぐる回るようなルートを作りつつ、真ん中を残すな。真ん中をきれいに残したな。ここで行くべきだった。こんなところでなると困るから。めちゃくちゃ簡単なんだけど。なんなん問題が難しくても文句を言うし、簡単でも文句を言うおじさん。もう立ちが悪い。申し訳ないね。気持ちよくなりたいんだね、僕は。7回、6回、その他もろもろ、2ですわ。2だけど1本柱じゃないから、結構どうとでも作れちゃう。ダブルループでもいいし、引っ掛けでもいいし。まあでも2から消費することはないと思うので、7と6。やってみよう。7を極力稼ぎたいんだから、稼ぎたい。ああ、どうせだったらここはこれの行った方が森より稼げる。真ん中にもっと行ってやりたい。足りないな。うん。縦に多いやつがある。こういうルート取りでも、いけなかないよっていう感じ。でもそれだったらもっと真ん中通ってあげたいよね。これ真ん中が稼げなくない?真ん中稼ぐよりも先に両端が食べきっちゃわないかな。そんなこともない。そんな、あと一回真ん中行けないもん。もうちょっと特に、最初の2本のこの柱は、なんか無駄遣いしてた。みんなこれは道の途中にあってほしくて、この形だったっけ?道の途中にあって、かつ何回も触れてほしいんだけど、そんな感じ。うまくいかなかった。まずこっち回して。それと同じことがこっちでもできたんじゃないの?まずこっちに回してから、こっち来て、埋まっちゃったので、こっち来て、
簡単なんだけど、溶けちゃった。いやーでも、ラッピングがやっとクリアできた。まあヒントは見たけど、見るよ。見よう。自力で解けるのがかっこいいのは分かってるけど、見よう。ってな感じで、ちょっと今の現状を見てみましょう。ここのこの壁の模様もね、まあ、パズルなんだけど、いまいちまだこれデータ取ってないんですよね、僕。ここのパズルの形とか。メモしてみるか？なんか見えるかもしれんね。どういう感じでいく？これスタートがどれみたいなのが。どこから始まるとかないよな。この繊維の順番ってあるんだろうか。これ紫の壁。記録してみるか。紫の壁。これどうした方がいい？上から順番に見よう。これと同じ配置をそのままメモしよう。ここに、何色？赤？ピンクっぽい色で。ピンクで、四角。囲いの四角と白い四角があるんですよね。で、その下にも これどっち向きで 見た方がいいんだっけ。下がそっちだから、こうあって囲いの四角があって、囲いの四角の周りにこの黒い点のターゲットがあるね。こっちは白で、端っこ、これは白い四角の位置は分からん。あるな、下から2番目だ。で、これは傾いちゃってるけど、この形で落下するんなら、ここが四角で、こう、ここが四角で、ここにある。これ何色だろう？ピンクと下は黄色。てんてんてん、あって白い四角がここにある。こっちは、ピンクあって紫あって、色のグラデーションで最終的になんか形を揃えたりするのかな。これとこれがペアみたいな。ペアの可能性もある。ピンクの部屋、ここにあって、ここにあって、こう。下の紫、ここにあって、こう。左下。全部で何枚？片面6だから12枚？ここにあって、そこ、これ紫。
ペアじゃないな。でもこのインクのシミがあるから、インクのシミをなんか絵合わせすると、大きな一枚、大きな一枚作ってどうする？ここに1個。こっちは？赤っぽい。端っこ。これこの2つの記号の意味わかんないとダメですね。枠の四角と白塗りの四角。ここの意味がわからないと解けないんだよな。で、どの順番で打ちますかっていうのもあるね。多分12、おそらくまあ12通りの手順を踏む。ここにもマークがあるから、そこがラスト。ここから始まって、こう回ってみたいな考え方もできる。でも、トライアンドエラーよりはバスッと論理的に決まるパズルの方が美しいから、それを信じたいんですけど、どうだろう。なんか一マスずつ動いてるという感じでもないのか。まず色が何種類ある？この紫っぽいやつが、ムラムラムラ。で、ここからピンクゾーンになって、ここでまた紫なんですよね。なんで？ここでまた紫来るのなんで？そんで、ここ白いし。色のグラデーションがその順番のヒントになるのかなみたいな感じの、にしては、淡い、色が。色がすごい淡い。緩やかなグラデーションすぎて。でもこの色の違いは何かしらのヒントになっているような気はするんだよな。突然白いし、突然紫だし。なんか似た色は似た色で固まってると思いきや、なんかこいつだけちょっとまた色違うんだよな。だよね、なんか赤黄色みたいな感じで来たのに、突然ここ黄色が強くて赤消えてるんだけど、またここで赤色が入ってきてて。どうだろうな。これで、2種類刺してるっていう可能性もあんのかな？枠の四角と、白い四角が別個のパズルで2つ答えがあるみたいな考え方もできなくないんだよな。できなくはないんだよな。なんかこれ以上どう考えるというものが見当たらないんですよね。それぞれの部屋になんかヒントがあったりするかな。それだとすごいパズルだよね。青色の部屋。青色がないじゃん。紫の人はナス君がキーパーソン？そんな感じでもないよな。そういう感じでもないよな。なんだろう、悩ましいね。悩ましいね。絞り込む要素がなくて悩ましいね、このステージは。でたらめに打つにしては、なんか、どの順番で打つかっていう方針を立てづらすぎるので、左上から順番ですっていう、確定する条件がないもんね、これ。左上から下に下がって、右上から下に下がるべきなのか、むしろこの白い板が最後に来るべきなのか、みたいな、ところの考え方。これが、ちょっと、ずれ落ちてるのが、意味はないと思うんだよな。ちょっと、複雑にして難易度を上げようっていう、ザ・ウィットネス通過した人間が考えそうなパズルではあるんですよね、これ。ではあるんです。だから、これはただのいやらしい配置だっていうだけの話だと思うんじゃ。わしゃ。隣接するわけでもない。ちょっと待ってね。まずそもそも白い四角が場所が被ることはないのかってことを考えてみようか。白い四角の位置を、
左上からまあメモしていくと、ここと、ここと、ここと、そこと、ここと、ここと、そこと、そこと、そこと、ここと、そこと、ここだから、まあ、被らんな。被らんな。被らんな。被らんし、この手一筆が、ああ、ちょっとできなさそうかな。プロットした線が一筆書きできそうだったら試してみてもいいけど、左上から左下、右上から右下っていう行き方をすると、なんか途中で線が破綻しそうな感じがした。なんか1234という風に数字の連番を振って、いい感じに。1から6と7から12、左と右で、まあ、分けて、それぞれいい感じでいかないかっていう感じばっか言ってるけど。1、2、3、1、2、3、4、5。3、4、5の時点でダメだから、先に右側を言ってると嬉しいのかな、これ。右側の、6、7、8、9、10、11、12まで行った後に、無理じゃん。12から行く。12、11、10、9、8、7。いやー、無理じゃないか。こっちから行って。こっちから行く。右上から白い四角をこの順番でやってって、次左上に行って左上の白いやつから順番に行くっていう、この12個の通りだったら、あんこれいけるのかな？いけるかもしれないような線ができたような気がしないでもないから打ってみます。ああ、でも近場にないな。端末が。誰かの部屋になかったっけ？なかった。あった。無理だわ。あ、できるわ。右上からこう来て、こう来て。え、嘘。嘘。違うよ。あ、違うな。右下から行ってんだ、これ。右下から行って、右上に行って、で、左上に来て左下に行くか。このルートで白い場所をプロットしていくと、こう来て、こう来て、こう、こう、こう、で、次に、ここ行ける？あ、ここ行けないな。次ここなんだけど、途中で変なの触っちゃうね。ああ、じゃあ違いそう。途中で触るのはなんか違うわ。ん？あ、違う、違う、違う。待て。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。7、8、9、10、11、12個あって。
う一回最初からやってみよう。僕のメモリ間違いだったら最悪ですね。左上スタートだとすると左上のここにいきなり来ることになる。その後にこっちなので、なんか変なの触っちゃうからないんだよね。じゃあ、あのマークがあったのが右下だったから、右下がゴールだって考えるのがいいのか、スタートだって考えるのがいいのかだな。右下がスタート地点だったとすると、ここから始まるんですよね。こう来て、こう来て。こう来て、9、8。しかし、その場合であっても、ここまで来た後に、次進むのが、ここだから、中間地点触れてるから、ちょっと、そんな回答考えにくいけど、一回やってみようか。ここに来て、こう来て、こう来て、こう来て、うわぁ、辛いかも。あぁ、辛いな、これ。次、ここなんですよね。これはないな。それはむちゃくちゃだな。これが右下から上に上がって、左上から降りるパターン。ん？違う。あれ？違うわ。こう来て、こっちだ。こう来て。でも通れない。まだこの次に、ここに行きたいんだけど、なんか通れなくなってるから、これはおかしい。やっぱり盤面の色が順番を指していると、あ、ちょっと待っ、ん？ちょっと待て。ストップ、ちょっと待て。まあ、今白い四角だけ見たけど、あの、枠付きの四角はどういう感じになるの？枠付きの四角の方が、叩く順番を表している可能性を今、ひらめいたな。あれ？ストップ。なんか、僕、メモミスしてるかもしれない。なんか、位置がダブってんだけど。この紫の位置違うな。僕この白い四角が左上にあると思ってメモしたんだけど、白い四角は右上にあるんじゃないのか、これ。そうするとよ。これ僕が今何をメモしてるかをね、見せてあげたいんですけど。僕が今何をメモしてるかを見せてあげたいんですよね。なんか面白いもの出てきたんですよ。なんか面白いもの出てきちゃったんですよね。あの、なんかペイントとか起動できないかな。
あるじゃん。こういうのがあるの。こういうのがあるやん。こんなものテキストでひたすらやるのめんどくさいんだわ。そんで、枠付きの四角の位置が、全部上3つで収まったんですよね。何をしたいんだ。なんか枠付きの四角がこんな感じで上3つ12個分で収まったんですよ。だからこれが順番なんじゃないかなと思って、この一番左上に来るのが、これじゃないですか。ここ。ってことは、それに対応してる白い四角、これが、1番目？ほんと？左上が1番っていう保証がないんだけど、まあちょっとそれで仮にやってみようか。これが1番。で、次はその下なんですよね。これが2番目？1番上の段の左から2番目。だからこれが2。この理屈でいくと、次にこれでしょ？と、そこが3。次に来るのが7だから、7は一番左上の、右上の白いやつ。だと、ここにあります。次が、こっちだね。5番目。2段目の一番左端にあるから、だとここ。で、次が、これ。あと、ここ、今、6番目。次、7番目は、これ。ここ。で、次は、こっち。これが8番目。で、次が、これ ?9 番目。で、隣が10番目。で、次は、これ？これが11番目。で、最後が、これ。この斜めの子。これが12番目で、右上が、白だとすると、これが一筆書きできるだろうか。1、2、3、4、5、6、7、8。9、ああ、これ無理がない。無理がなくこれ書ける。書いてみよう。意味わかったかな。画面に表示してるのがちょっとあまり意味なさなかったので消します。あ、最後に、今のをもう一回言葉で書くと、ジグソーパズルのプールにあったやつ解いた時もこんな感じでめっちゃメモってたんだよな。暗っ。あの順番で書くとすると、今出てきたのが
これ等角フォントないの？見づら見づら、まあいいや。上のあのシーケンス順で白い場所をマップすると、下側にこういう順番で通るといいよっていう道ができたよっていうことが言いたかった。なんかでもこれ確信を持って打てそうな感じがする。1個目、2個目、3個目、4個目、5個目、6個目、7個目、8個目、9、10、11、12。うわぁ、どれ消えた。画面にあるやつ消します。あ、しま、やべ。そうか、このページで、あれはできないんだ。せっかく出したのに消えちゃった。ログに残ってるかな？でもいつのログだか分かんなかったんだよな。もう一回やろう。もう一回打てんのかな？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。つま先の間の土から何かが見えますが理解できますか？非常に厳密な統一ポリシーを採用しています。日本語になっていない。日本語になっていなかった。まあいいや、溶けた。オッケーオッケーオッケー。これ溶けたらでかいでしょ。ずーっとこう、しこりに残ってたやつだから。あとは、3つぐらい道中で見つけてたので、それを入れちゃって今日は終わろう。今回は、パズル自体は全然解いてない。気がする。ほんと。あ、で、残りのパズル、残りパズル数もちょっとこれ打ち終わったら見てみよう。そんで、3階までの各フロアにメインのパズルが一つも残ってなかったんだとすると、いよいよ、この間空いたエリアに入ることになるかな。この辺は、なんか、重要ではない、な。次。起きて、起きて、起きて、まっすぐ来て、上来て、終盤の話ですね、これは。物理ブロックされた日。アーノルドスターは注意深く見かけていました。新しい状況を避けるために常に警戒する必要があると思われます。エスケープ室にいる。出発の準備はできている。ん？なんだこれ？スワン。スワンが回答してますね。スワンはなんかアクセスをしてきていると思われる。だけど今スワンと話してたのは誰だ？あの色って何色だ？薄紫みたいな。何色だあれ？ピスタチオかな？いや、じゃあピスタチオ死んでるもんな。
青色だとするとジュニパー、パイロットかな。つまり喋ってる女の人。ぐるっと回って、これは。この辺の話も一通りは見たような気がしませんか？ピスタチオが死んでいた日。お、ここでスワンとのやりとりっていうのはでも初めて出てきたね。昨日の朝、アルノード惑星によって放出された高レベルの放射線が突然落ちました。それと同時に一人の失踪もありましたが、なんたらかんたらスワン。状況は非常に深刻に聞こえますが、関連するレポートを提出して私たちに見せてもらえますか？私たちの仕事はもう終わり。フィラメント社が裏切り者をどのように扱うか。だから、スワンはフィラメント社としてのポジションで、まだお前ら逃げるなよ、働けよみたいなこと言ってんだけど、こっちとしてはもうたまったもんじゃないから逃げたいんだけど、そこで仲違いが起きて、で、スワンがこの船を無理やり操縦して、勝手に逃げないようにっていうので、外部からアクセスをしてきたから、こっちもこっちで防衛しようということで、スワンからのアクセスを一切遮断するために、もう外部とのネットを閉じてみたいなことをやって、なんかアンカーは怒りを下ろして、この場で、逆だよね。アンカーを下ろしちゃまずいじゃんね。それって、例えで言ったけど今。アンカーという装置を使って、アクセスできないようにして、で、主人公が、解いているのがアンカー？ああ、わからなくなってきちゃった。溶けていないアンカーは、このオレンジ色が塗られていないところなんだけど、ドア全部解いたね。オッケー、ノーマルパズルは3回まで全部制覇していた。よかったね。最後まで残ってたのはラッピングだ。君がチャンピオン。ほんで、だから次回からはメインパズルを解こうと思うと、3回奥のラスボス州みたいなエリアに行くことになるんだけど、道中で確かに解けてないパズルあるんですね。これ俺解いたっけ？この曇りガラスに書かれてるやつ。これ解いてないんだっけ？解いてないんじゃなかったっけ？なんか線がどこだかわかんねえみたいなことぼやいて、結局僕解いてなかった気がしますけど。ほんとか？解けないかな？なんとなくの配置しか確かにわからない。それは事実。だけど、今までの経験上、こういう線はそれを指す、みたいな。そういうところは見えたりしない？なんか前回よりは、クリアに、こうじゃないかっていう線が見えたので、それを打ってみましょう。最初に、打てないかも。最初にここ？これは違うかもしれない。なんかこうキュッキュッってこう吹いてから上の段に来てこう来るんだけど、あ、違うな。一手目が違うかもしれない。一手目がここ行ってるかもしれないな。で、こっからこうキュッキュッってこう2回吹いて上を来る。あれ？違う。ここから上に行かないで、直接こっち。いや、そんな線じゃないな。なんかこんな感じだと、こんな感じに見えんねんけどな。こんな感じには見えんねんけど。え？やっぱりなんか、やっぱり見づらいのかな、これ。一番下の段に入ってる？一番下の段に一個引っ掛けてるか？一番下の段で一回引っ掛けてから、
登ってきてみるか。ここ引っ掛けて、からこう来て、キュッキュッてやって、上通す。うわ、溶けない。ちゃうん？でもこれはもう、横に4でしょ？左上に丸あるね、でも。左上に丸があるってことは、あの位置から考えると、ちょっとずれてるか。一番左端は使わなくて、スタートからこう来て、こう来て、二つ左に行って、斜め上に行って、こっから二つ行ってると思うんだけど、あれ、それだと左端を通ることになっぱりなるよな。最後に上に登ってるんだよね。さっき確かに最後に上に登るっていう線ではなかったんだよな。ん？左上の点を満たすとしたら、途中が中途半端すぎてちょっと無理っぽい。ここ行くんだとしたら、一番上の段まで来ちゃって、そっから上に抜けますわ。無理よ。1、1、1、2、あ、ダメだ。さっきと同じ線引いちゃった。これ以外にヒントがあるような隠しではないと思うんだよな、これ。ここに見えてるものは多分全てで、なんかそこに、オレンジのあるけど何これ。取れない。これ悔しいな。見えてるのに、曖昧でわかんない。右下の点と左上の点が、その両端だとしたら、左側に行かなくて、あそこが1点だとすると、真ん中2点分をあのクッキュッキュッキュッっていう、曲がってるところで、あれでも3点以上あるもん。3点以上あるよな。1、2。曲がり方だけでも3箇所ある。いや、左上の丸なんだってなっちゃいまうな。左上に点があると、確かにこれ、ど真ん中にこのパズルがあるっていうので、位置的には合ってたりするんだよな。こっちの水槽と照らし合わせるようなものでもないし。うわ、腹立たしいな、このパズル。トライアンドエラーやり続ければ、いつか解けるんだろうけど。そっからスタートして斜めに、スタートして直後斜めに行くでしょ？それで斜めに行って、また斜めに行って、そっから、横に2マス、横に2マス移動するみたいな感じでしょ？でそっからまた斜め上に1個行って、また左下に2マス行くでしょ。そしたら真上に行って右に3マス行って右上でゴールしてるんだけどな。右上でゴールして右上でゴールはしない。
左上の点が、点だとすると、一番上の段を行くのが間違ってるのか。でもそれやったな。やったと思うんだけどな。スタート直後に斜めに行き、こう、こう来て、斜め。で、もう一回斜めに行き、こう来る。そして、こっから上に行ってっていう点をやってたけど、上に行かずに、こっちに来てからこう違うんだよな。最後に上にキュッて行く。で、左上の点がここにあるっていうところから、登り切ったところに点があるっていうので合点行きそうだったんだけど、そうでもね、なんだ。でもこんな感じの線を、こんな感じの線を、何回か書いてりゃゴールできるのなのか。こうか。違う。ギブなんだけど、ギブするほどのものでもないものでギブしてるのがなんか嫌な感じ。まあいいや。ほな、次は。この辺の解けなかったものを置いといて、上のメインのパズルに行ってみようと思いました。解けないものはしゃあないよな。ってことで次回ここなんですよ。どんな感じ？なんか今までのパズルのもう集合体が来るのか。その辺は次回。では。